はい、じゃあ今日は、目頭切開について解説をしたいと思います。目頭切開なんですけど、二重ラインを作る整形っていうのは埋没法っていうプチ整形しかり、小切開や全切開っていう、切開を伴う、手術もあるんですけど、目頭切開っていうのは二重を作る手術ではありません。で、一体どういう手術かと言いますと、平行二重って言われる、西洋人の、お顔とか、なんていうか、芸能人で言うと浜崎あゆみさんとか、そういう感じの、パチッとした、二重の方で、こちらのですね、ここから、こういう感じで二重のラインが入っている方を、平行の二重と言います。目のですね、際のラインと二重ラインが、平行になっているので、平行の、二重というふうに呼ばれます。で、逆に、日本人の多くの場合が平行の二重ではなくて、こういう感じの、そうですね、こっちの方が、こういう感じの、目頭のところから、ここの部分が少し覆いかぶさってて、だんだんとこう二重の幅が広くなっていくっていう末広型っていうんですけど、この末広型の二重にが、多いですね。で、この末広型の二重だとやっぱり、目のなんていうか印象って少し小さくなりますので、これをですね、平行にすることで、パチッとした印象を与えることはできるということで目頭切開をされます。で、術式については、安いクリニックとか、簡単にできちゃうクリニックとかだと、本当に簡単に処置してるクリニックだと、もう本当にここだけ、切開して、もう皮膚を取り除いて、それで、平行に強引にするっていうような三日月切開とか、単純切開法って呼ばれているようなやり方で、目頭切開がされているんですけど、やっぱり仕上がりを良くするためにはその術式だとちょっと不十分で、より完成度を求めるのであれば、Z 法とか、そうですね、あと場合によっては W 法とか行われている方が、多いですね。一応切開のラインとしては、Z 法で言ったらこういうふうに Z の形になるように、切開をして、それで、毛孔ひだを入れ替えていくと。毛孔ひだっていうのはここの、覆いかぶさってる部分ですね。これを取り除くことによって二重の、平行のラインが作ることができるというふうな、原理になっています。で、目頭切開っていうのはやっぱり、形成外科認定医とか、その辺になってくると、だいたい予算も25万とか、場合によっては30万とか、そういうふうに上がってきますので、本当に安いクリニックを選ばれるのか、技術は少なくとも安いクリニックを選ぶのか、それとも、多少値段張っても、名医と呼ばれているような、先生を選ぶのか、両方選択肢としてはあるかと思いますので、一応、ご相談窓口で、そのあたりを相談いただければ、何人かリストアップしてみたいと思いますので、もしご希望の方いらしたらおっしゃってください。じゃあ今回はこれで、以上になります。